さーて、次どこ行こうか。結構地図埋まったけど行けない場所も多いんだよな。よし、こっち行ってみよう。バルーバル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 、マイ編成、ジャイアントリザードンと戦うのじゃ。ゼルダの伝説のバルー、巨大化した相手が登場じゃ。と防御の強いのください。空中ジャンプ追加、さすが王者。まあまあ4000で4300、いい感じじゃないかな。ジャイアントリザードン、バルー。ここどこ、こんな加工知らない。これウィスポか。ジャイアントキャラは上ではめる基本。さようなら、ノーダメもありや。楽勝もいいところ、転倒無効。おお、これは持っといて役に立ちそうなスキル。さあお次、クリボーレベル1、スモールドンキーコング、5体1800、大量な手が出現じゃ。まとめて吹っ飛ばすのじゃ。アブソル、アブソルぐらいでいいって。じゃあ適当で、実際さ同じぐらいのパワーだったら楽勝だよねっていう。それはね、1万3000とかのパワーをね3000、4000ぐらいで戦ってるんだから、イコールだったら あんま飛ばん。クリボーいたよね、アクの時に。それ使い回せばいいね。あ、そうだ、溜まってるんだ、溜まってるんだ。スマッシュが一瞬でマックスに溜めれるやつが、どん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 。このクソ、こっちだよな。来いよ来いよ来いよ、ベネット、銃なんて捨ててかかってこい。あ、音楽が速くなった。おお、回転する。次ぐらいでフィニッシュ。ドゥ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 ルルドゥルルーンとはならないんだ。あ、足攻撃強化はホックスに意外に向いてるかも。足攻撃ってサマーソルトが強くなると美味しいかも。まあ楽勝楽勝。さてボンバーマンいるよ俺。ボンバーマン、こんな声。あ、ギャラドス空中攻撃強化、プリンとかに向いてそうだよね。カビゴン、ポケモンの笛持ってこい。あ、カッペがねバスの運転できそうな気がするんだよな。まあ先スイッチ押す。あれ来るか、赤ペン先生。ちょっとゼルダっぽいよねそこのマップ。おお、そこオルディン大橋。あ、バリア？でもスイッチは押せるよね。なんかバリア、バリア出てきた。とりあえずこれでまた地下迷宮みたいなとこ行けそうだね。上に参ります。そして宝こっちからじゃねえのか。ね、カッペは欲しいね。しかしレアさん、レアさんエース級イギー。溺れやすさアップに強風付き、水に入ったらすぐ溺れる、死んでしまいます。9600、あ、4000
戦ぐらいは欲しくない？ステージ強風軽減ね、モンハンかなみたいな。風圧無効カッペだよ。最近はバスの運転とかしとるよ。全然強風大丈夫。溺れる。敵も食らってんだよ、溺れるやつ。これ大丈夫、画面端でほっといても大丈夫。おいおい来いよ来いよ。なくなった、クッパ食らうん、なくなるもん。楽勝すぎるな。味方溺れやすさアップ、ね、楽々回避、攻撃すり抜ける時間がなくなり空中回避で遠くまで行けるようになるぞ。さあ、あ、船だ。バスの運転手じゃなくて船になった。お、これで下の水のマップが行けるようになった。おお、マスターダルニアさんよ。ドンキーコング1400じゃ。ちょっとね、プリン ×8 プリンって、なるほどね、ゴロゴロ転がるからゴロン族のつもりなのか。となるとちょっとね、容赦ないのやってみようか。相手は無属性ですね。つまり、パワーが高い順。バッバーマン！どれぐらいの差があるのか。メインファイターを飛ばせば勝利。御用は残しても炎の床は設置だぞ。気をつけろ。ハンマー持ってる。落とした。お前も持てんのかーい。ね、楽勝だな。まあこっち8000だからね、8000で1400に喧嘩打ったら楽勝中の楽勝。ひどい戦いを見た。ご褒美をもらうためにやっぱ弱めでいった方が良さそうだね。でダルニアさんは、お道場何させてくれるんですかと。よく来たな兄弟。防御力を上げて攻撃力を下げる。移動速度を上げるがジャンプ力が落ちるぞ。爆走竜じゃ。あ、いいです、デフォで特に問題ないです。さて久しぶりのキャラ参戦、誰が来るかな。マリックって星1なの。結構こいつレアキャラな気がする。エクスカリバー、魔法がパワーアップ、魔法対策で挑め。必殺技をよく使うぞ。ちょっとスクリューはだってフランクリンバッジの方がいいと思うんだよね。デフレです。レディーゴー。跳ね返る。エルウィンド、エルウィンド呪文ゲージがどんどん減っていくぞ。あ、カーだから。え、エルウィン、エルウィン団長。ああ、この音楽あれじゃない、あくまでドラキュラじゃない。エルウィン、エルウィン、すっげえ重そうだよね、この台。この台重そうだよね。壊れろ壊れろ。必殺技しか使わんな。フィニッシュ、ビクトリー。波動攻撃強化、ルカリオが使う波動属性の攻撃力アップ。えらいピンポイントなの来たな。さあ誰だ、ルカリオだ。
今ピンポイントのやつもらったばっかりだけど。3300。ルカリオ波動弾打ってくるからね、跳ね返せるの強いと。なんか波動を初めから溜まってね、この波動の勇者が。さよ、おお、空中その場回避、その場じゃなかった。さようなら。やっぱフォックスはね、ダッシュウエスマの強さよ。いいね、やっぱ弱めでいくとご褒美が美味しいはずなんだよね。解放、ハニワくん、ピコ、僕ハニワくんだよ。横必殺技を使う、村人だよ。お宝欲しいでやんす。キューピット千年家族いたわ。ミニピットくんかな。2000だからこれぐらいの強さでいこう。ブーメラン持ち込み可能。僕もキューピットだからね。通常必殺技って弓だよね。くらえブーメラン。ブーメラン実はかなり強い。おすすめの装備、ブーメランの落ちたのパクられた。消耗石、壊れた、びっくりした。消耗石、消耗石、消耗石、やまあもう星1とか星2は余裕だね。訴状持ち込み、訴状強いよね。まだ使ったことないけど持ってってみるか。解放、何何、あキングブルブリン、キングブルボーね、はい。ゴブリンか、ゴブリンか、ゴブリンだな。ゴブリン殺すべし、慈悲はない。ダイブマンダイブマンの弱点はロックバスター連射ね。いや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 、まあ、ボンボンの漫画で言ってたから間違いないと思うよ。よし、フランクリンバッチ、ダイブマン、ダイブマンは3だよね。でかい、あ、ヒットポイントランチ、これだいぶミサイルなんだろうね。てかフランクリンバッチ入ってるから別に。ティウンティウンティウン、ノーダメです。スティールダイバー持ち込み、確かにダイブマンのミサイルっぽいね、スティールダイバー。一応ねダイブマンの弱点技あるんだけど、それ使うよりもね、あのロックバスター連打でダイブミサイル全部ぶっ壊した方が弱いっていうね。アドベンチャー、スキルのかけら結構溜まったか。今何目指してたっけ。お次を目指すのはどれだったっけな。これだよね、スマッシュホールド中に我慢できるようになったら強えって、そういう判断。つまりこっちのルート、メテオ強化、ジャストシールド、あんまりジャストシールドにならない、ジャストシールドで回避。
反射は、まあ、こっちこっち、よし、まあ、あ、ポイントが足りない。水が激しく流れて、なんて言った、水が激しく流れている。このまま進むと流されそうだ。流される。あー、ショートカット。無限ループって怖くね。これは上の方でせき止めるのか、それとも泳げるキャラを連れてくるのか、どっちなんだい。来てるわこのクマ、来てるわ、来てるグマ、しかしゴリラ、来てるゴリラ、来てゴリラ、来てくん。ラウカに立っておれ。それ伸びたな。ピンク色のゴリラは来てるグマ、スーパーマン。え、テルグマ出てきた。昇竜拳。え、え、お前当たり判定ねえのかよ。おいおいおい、帰れキテルグマ。ちょっと待って。よし、じゃあまずキテルグマを殴るかって思ったら、そもそもキテルグマに当たり判定が。ちょっと待って、あ、その代わりあれか、やっぱお前当たり判定ねえじゃねえか。お前は強すぎんだろ。キテルグマには近寄らない方が良さそうだ。たまる、メリメリたまる、メリメリ、帰れ。やべえぞあの野獣、絶対近寄ったらあかんやつや。帰れ。ああ、帰った。また呼びそうだな。もうそろそろ大丈夫か。フィニッシュ。キテルグマは最強。パワーアタッカー、スロット1ね。レベルは2のホープだ。さあ誰が。スーパードラゴンじゃねえか。タウストファイターが仲間になるぞ。とおすすめはこいつじゃ。楽々回避をつけるぞ。えへー、スーパードラゴンだよ。あれ、くそ、かわしたと思ったのに。この卵野郎、何、ジャストディフェンス、そしてスマッシュ、タイミングやばい、足で長すぎる、突きあり、投げられる。ゴリラを食らえ、突きあり、やったぜ。はーん、こんな声でやるやね。はーん。やっぱ楽勝にボクるよりもね、ちょっと弱めでいってスキルのかけら多めにもらった方が将来的には良さそうだよね。やったぜ。エリーヌさんとカッサーさん。エリーヌさんは、カービィだよね。タッチカービィシリーズ、タッチカービィにシリーズ、あ、一応あるわ、2作品出てるからね。スモールパルテナ、意外に強いぞ。これぐらいじゃ。タッチカービィもね、最後の30面連続のやつは鬼難しかったな。最近の任天堂のラストステージは鬼ないのにしなきゃいけない決まりでもあるのかなっていうぐらい強いよね。とにかくリップスティックをね、持っていかせたがる。何これ、野球のボール、ほいっと、え、あ、タッチカービィ、魔球だ、後ろから来た。
魔球フィニッシュ。当てるのむずい。レインボークルーズかこれ。三連撃こんな声まで変わって上で死んだ。エリーヌ妖精の瓶持ち込み。お、ピンチの時一度だけ回復してくれるだと。これどうの、手に持ってるのかな。まあ使ってみればわかるか。